必ずゴリ先生聞いてるんです。なんでソロ版を選ばれるんですかって必ず保護者の方に聞くんです。では Let's enjoy your vacation。 今日も撮っていきたいと思いますね、この YouTube ソロ版チャンネルではですね、365日毎日ソロ版暗算に関連するイベントをやってるチャンネルを目指しております。現状では1本ですね、毎週水曜日、今のところ毎週水曜日、夜の8時15分ぐらいからですね、ソロ版カードバトルというのをやっております。14種類の、カードをレベルに合わせて読み上げ算をやっていって、誰が一番最初に14種類揃えれるかコンプリートできるかを競っております。また気になる方はですね、チャンネルで、チャンネルの中にですね入ってますので、またそちらもチェックしておいてください。さあ今日のテーマはですね、ネーミングセンスとは今話題のマンボ、じゃあ取材業界はというテーマでお話していきたいと思います。マンボ今話題ですよね。まん延防止等重点なんとかですかね、正式名称ごめんなさい、わかんないんですけど、略してマンボウ、いろいろと言われてますよね。お魚のマンボウ、でなかなか危機感がないとかですね、なんでしょうね、そのネーミングのセンスがどうのこうのと言われてますけど、ゴリ先生はこれものすごくいいと思うんですね。マンボウ、まず4文字だいたい、人のまあ短期記憶だいたい4つというふうに言われてますので、やっぱり文字3つとか4つっていいんですよね。今ゴリ先生が持ってる株の中で、豊雲もあるんですけど、豊と、雲だからね、豊雲って書くんですけど、例えばメルカリとかでもそうですし、あとは何でもそうですよね、ラクマもそうですし、3文字ですよね。マンボウもやっぱりスッと入ってきますよね、4文字短い。それに関してはいろんなこと、まあその魚の、部分が連想してしまうので危機感がどうしても和らいでしまう。まあとは言われますけど、とは言われますけどね、これだけまあそれに関してはもうこれだけ自粛自粛って何回か、ずっともうコロナが発生してから年数も経ってますから、そこら辺でのその精神的な、免疫ができてるだけであって、このマンボウのネーミングセンスに関してはゴリ先生はその全然、悪くないなというふうに思うんですけど、でまあそこは、置いておいて、今回のメインの話はじゃあ取材業界のセンスはどうなんだろうというところなんですけど、今回ぜひですねちょっと冒頭に話して皆さんにお願いがあるんです。この動画見た方にですねぜひちょっと教えてほしいんですよ。実はゴリ先生、まあ、取材業界に、の真っ只中にいるわけですね。もう6年間どっぷり使ってるんです。でそうなると実は第三者の目、いわゆる冷静な判断というか客観的な目が持てなくなってくるんですよね。だんだんやっぱり業界人どっぷりもう6年もう5年も過ぎちゃうと麻痺してくるというか感覚が。ぜひだからこの動画今回見ていただいた方にぜひ教えてほしいことがあるんです。取材業界の皆さんのイメージですから、さっきも言ったみたいに取材関係者の方はやっぱりどっぷり使ってますので、なかなか客観的な意見というのもなかなか難しいのかもわかりませんから、ぜひぜひですね業界外の人から意見もらえると嬉しいんですけど、要は業界と関わってない人たちから見た全くソロ版をやってない人でもいいですし、逆にまあソロ版をやってる方でもいいですけど、要は業界人というのは今回に関してはソロ版の指導者、経営者、学習塾関係の方を、まあ業界、要はソロ版のその経営者側の方ですね、それを業界人と言わさせてもらって、例えば習ってる子でもいいです、で習ってない子でもいいんですけど、そのどういう風に見えてるのか取材業界が、それを教えてほしいんですよ。だから今回ちょっとこのテーマにしたんですね。もう6年もいるとどっぷり使っちゃってると、その客観的な視点が多分ゴリ先生ずれてきてると思うんですね。そのじゃあどう、例えばですけど、手段業界っていうのは何だろうな、暗いイメージというか地味だとか、ダサいとか、いや分かんないですけどね、イメージがあるのかも分かりませんし、やっぱり例えば飲食のカフェとかおしゃれな、そうなるとやっぱりイメージがまた違いますよね。明るいとか、おしゃれであるとか、そんなやっぱりイメージってあると思うんです。センスに関して、じゃあ取材業界の方の、センス、例えば教室名、うちではこのバックに書いてある通り、無限手段塾というんですけども、このネーミングセンスがどうかというところですよね。
さっき言ったみたいに、無限手段軸、長いんですよね、長い。せめて、例えば無限だけだったり、そろばん無限とかですね、その3文字、4文字ぐらいに収めていく、そこら辺の考えだったら、ちょっと無限手段軸、まあどうかなというところにもなりますしね。このまあ字体であるとか、そのネーミングの付け方であるとか、そろばん教室って、何々手段塾とか、何々学園とか、何々そろばん教室とか。まあ、それが当然、いい悪いではないと思うんですけど、まずはやっぱり人に、わかりやすいところが一番のはずなんで、当然だから何々学園、何々手段学園、何々手段教室、何々そろばん教室、まあ、当然それはいいとは思うんですけど、まあ、そのあたりのセンス、こういうような看板のデザインであるとか、それを第三者から全く手段関係と関係ない人たちからはどういうふうに見られてるのかが知りたいんです。ゴリ先生はめちゃくちゃ知りたいんです。感覚的に6年もいてしまってるので、なんか新鮮な意見とか、もうこうパッと外から見る意見がなかなかわからないので、で意見言ってもらって、どうするか、その例えばイメージが、そのイメージが何だろうな、勉強というイメージなのか、暗いというイメージなのか、そのフラッシュ暗算ってあるじゃないですか、フラッシュ暗算。あれものすごく画期的でしたよね。爆発力、威力ありましたよね。業界を変えるぐらいのやっぱり力あったと思うんですよね。当然そのフラッシュという、ネーミング。あとはもうその数字を、出た数字をパン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 頭の中で、足していく。それに関してはそんなにゲーム性はやっぱりないわけですよね。それでもあそこまでこう世に浸透させた。だからそういうものがその今後やっぱり手段業界では必要になってくるんじゃないかなと思うんです。あーんじゃない、4月からその数学算数検定コースというのを作りましたけども、お子さんが何を求めてるかだと思うんですね、それぞれの教室に。じゃあソロ版教室で皆さんが何を求めているのか、まあ当然人によっては、段をもう日本一のソロ版選手を目指していく、もうだから10段10段を取りに行く、この比率多分ゴリ先生が思うに少ないと思うんです。実はもうソロ版暗算を極めてほしい。将来うちの子にソロ版の先生をするから、10段10段を取らして、大会に出て優勝させて、将来はソロ版塾を経営してほしいんだ。というパーセンテージっていうのは少ないと思うんですよね。じゃあ皆さんかなりの確率で多いのはどういうことか。やっぱり基礎学力、ベースになるもの、能力開発、右脳開発、このあたり、この2本がですね、非常に大きいんじゃないかなというふうに思うんですね。であればですね、その2本、今当然大会とかがあってよくて、10段10段持ってる人がもう上位ものすごい桁の計算をする、それは当然あってしかるべきだとは思うんですけども、なかなかこうパッと世論がついてこない、求めてないからだと思うんです、大多数の人間が。じゃあ例えば学習をすることによって集中力が身につく。じゃあですよ、そこの集中力をうちの子に身につかせたい。であれば、その集中力を競う大会をやった方がいいと思うんです、ゴリ先生は。あくまでこれ、ゴリ先生の考えですからね。炎上したら炎上したんですけど。例えばじゃあ、空間認識能力、よく言いますよね。球をイメージで、頭の中で暗算なんかやりますから、空間認識能力を身につけたいと。身につけさせたい。で将来、クリエイティブな仕事に就かせたいから、そろばんを空間認識能力をつけさせるトレーニングというふうに保護者の方が望んでる方も多いと思うんです。であれば、クリエイティブな競技をやるべきだと思うんです。そろばんやったから、こんなにクリエイティブの能力がついたでしょ。さっきも言ったみたい、さっきの集中力であれば、集中力の競技をやるべきだと思うんですね。にはで一つぐらいの競技としてですよ。全国にそういうものがないんで言ってるだけで。当然、今の大会はそのままあって、そのままプラスアルファでという話なんですけど。じゃあ集中力、これだけそろばんやってるから、集中力こんなに、引き上げ算で7から16桁とか、すごいってなるのと一緒で、その集中力、こんなに集中力がつくんだっていう競技をアピールとしてしてあげる。さっきの空間認識能力。例えば、10秒。
あの景色を10秒見て10秒間でパッと書きなさい。どこまで類似させれるか。でそれでスコアをつける。じゃあ今度は5秒3秒、もう瞬間的に1秒で、どこまで細かく書けるかとかですね、もの、まあ、例えばですけど、そういう競技で、空間認識、そしたらおーすごいな、あんなことできないよっていう観客の方が感じるかも分かりませんし、まあ、どうですか、まあ、そういうようなそのなんですかね、今まで当然今までの競技は競技でいいと思うんです。総合種目があって、読み上げがあって、読み上げ暗算があって、暗者からどういうふうに見られてるかっていう、今回のそのセンスの部分なんですけど、もう少しちょっと当社の方たち、いわゆる僕らのお客様たちのニーズをしっかりつかまないと、見極めないと、なかなかやっぱり厳しいのかなっていう気がしております。従属関係にどん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 押されていく結果になるのかなと。そのニーズをしっかりつかまないとですね、ガンガンガン当然目指していく、そこを望む方に関しては当然そういうような教室がまたニーズを拾って、大きくなるでしょうし、いやそうじゃないんだ、中学受験のためにベースとなる3年生までで基礎学力を鍛えて、4年生からはもう学習塾に通わせたいんだ、じゃあ基礎学力の部分でしっかり、で集中力だっていう場合はまた今度は集中力でしょうし、そういういろんなニーズを持ってる保護者の方が、ですからやっぱり第三者の目、客観的からそのセンスという話に変えてしまいましたけども、ちょっと教えてほしいなと。ゴリ先生も当然いろんな無料体験をしながら必ず聞くんですね、なんでソロバンなんですか、必ずゴリ先生聞いてるんです、なんでソロバンを選ばれるんですかって必ず保護者の方に聞くんですね。でそこでいろんな意見を聞いてて、一回もなかったんですね、ソロバンの先生、将来この子ソロバンの先生にしたいからっていう答えた保護者の方が一人もいなかったんで、まあそういうことかなと。でなおかつ数学算数検定取得コースも同じです。なんでこのコース選ばれるんですか、必ず皆さんが受験に役立つからって言うんですね。あ、やっぱりそうなんだろうな、じゃあニーズはやっぱりそこにあるんだろうな、じゃあこっちはその保護者のニーズに合わせて少しでも給与を上げて受験の内申書を上げていくであるとか、そこにじゃあ向かっていけばいいんだっていう方向性がつかめるわけですよね。まあそんな、ところで今回ちょっと動画を撮らさせていただきました。まあこのセンスに関してはですね、取材業界の人間がセンスあるかどうか、もうゴリ先生も全然わかんないですし、自分がセンスがあるかないかもさっぱりわからないんですって。これに関してはまあいろんなそのぜひ第三者の方の意見を聞きたい。もうそれしかないんですよね。自分がセンスあるって言ったって、周りがセンスがないって言われたらもうセンスないですし、逆に自分がセンスないって思ってても、いや周りがイケてるよゴリ先生って言われたら多分センスがあるんでしょうし、この判断に関してはやっぱり周りなのかな、その第三者の目なのかなというふうに思いますんで、ぜひちょっとコメント入れてもらえると嬉しいと思います。はい、こんな感じですね、今まで通り無料の動画毎日頑張ってアップしていきたいと思います。また、ぜひぜひ今回のその第三者の目、取材に関係ない方がどういうふうに取材業界を見てるかっていうのをぜひちょっとコメントに書いてくれると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。